数理学研究員の広島文雄です数理物理学、特にバヌリオシオンや無限次元解析を研究しています現代数学は、代数、幾何、解析の3分野に大きく分けられます私の研究分野は、バヌリオシオンというものですバヌリオシオンは、物理的な対象ですがそれを解析学的に研究しています20世紀初めに、アインシュタインの相対性理論と 原子などの小さな世界を表す量子規格が完成しました私はさらに小さな原子核内部や光子に包まれた電子の世界を解析学的に研究しています私は作用ロン確率解析といった現代数学の道具を使って場の量子論を研究しています我々が住んでいる世界は三次元です数学的に N 次元空間を考えることはそんなに難しいことではありません しかしバの量オ論は無限次元の世界で3次元の世界とは大きく性質が異なります。サヨソ論というのは無限次元の行列の理論です。一方確率解析は無限次元空間の長さの理論です。空にある雲の形が時間とともに変化するように光子に包まれた電子も時間とともに変化します。私はその変化の様子をサヨソロンと確率解析を使って研究しています。 本格的に研究を始めて20年くらい経ちますが問題が解けたと思った瞬間が3回くらいしかありません3回とも何年も考えて一滴静か垂れたような感じで解けました思い出されるのは1999年にドイツで学会があり帰りの電車の中で7年間も考えていた問題が解けたことがあります手に汗握って冷静になろうと一度電車を降りたことをよく覚えています 数学に限らず、分野によっては手っ取り早く問題にたどり着けて、なんとなく論文を書けることがあります。論文を書くことや競争に勝つことも大切ですが、国内外を問わず積極的に会話して、多くの情報を取り入れつつも、自分の信念とオリジナリティを大切に勉強・研究してほしいです。